Hello， 大家好，欢迎来收看本期的 WinMax 游戏评测视频。今天我们来评测的是《杀手五》。这个游戏是之前在接游戏搞活动的时候免费领的，游戏效果整体来说还不错。我们特效的话，基本都选择默认的。需要切换一下语音。这个游戏在这街游戏平台上的坏处就是它只有英语，没有中文。这里我选了个日语进行游戏。难度的话就选最简单了，采集。よく聞いて。勇気を持つのよ。ある人があなたを迎えに来る。他说某个人要来迎接这个光头。这个背景音的人稍微有点陪着我。その人は他の人とは違う。あなたを守ってくれる。啊，我理解错了，不是陪着光头，是这个背景音的这个女人是请了光头的杀手来保护某个人。应该是这个意思。杀手系列我只玩过前作，这一作好像是开放设定，没玩过。CG 挺长的，好，终于结束了。刚才应该是跳过去了。この任務中、重要なポイントには音声解説が入ります。真的挺好。音声解説に従い、敵に見つからないよう慎重に行動してください。他让我不要被敌人发现。インターフェースを見てみましょう。左下にある青いバーは体力を示しています。その隣はレーダーです。これで敵、目標物、脱出地点が把握できます。右下は武器表示です。武器が他人の目から見えるかどうかが確認できます。隣の黄色いバーはインスティンクトの残量を示しています。使い切ってしまっている場合はインスティンクト能力が使えません。待我干啥？ICA 幹部ベンジャミン・トラビスによれば、かつてオペレーターを務めたダイアナ・バーンウッドが組織を。ここから先は立ち入り禁止区域です。この先で警備員に見つかると捕まってしまいます。姿勢を低くして静かに通り抜けましょう。怎么？哦，这个样。按下右摇杆，低下身子。然后按 Y。見つけたアイテムは接近専用の武器や敵の注意をそらすために使用できます。哦，我捡了一个。バケツにレンチを投げ、警備員の注意をそらしましょう。捡了个扳手，他让我扳手扔过去，吸引他的注意力。警備員の注意をそらしました。通り抜けましょう。这能跑了？ここで待っててくれ。誰かいるのか？电子竞技不需要视力啊。拜拜了您们。照準は近くのトリガーをゆっくりと引いて照準を安定させ頭を狙いましょう。
这点就是这个他这个需要这个游戏他有个性很特殊啊，他说是需要稳定的话，稳定射击的话需要这个 LRT 键，需要是有线性的，现在这个 VMAX 这个是只是一个按键，它没法控制力度，所以这里目前这就没法游戏往后进行了呢，我只能直接射它，然后强行通过这个剧情。潜入成功。潜入花园。看我收集武器。ワイヤーに切り替えろ。経歴をチェックする暇なんかないぞ。この先にいる警備員をワイヤーで音を立てずに始末しましょう。あ、多分言うしな。ワイヤーならば始末した後すぐにターゲットを引きずることができる。そのレースだ。 OK。 ボロス。スタック。干啥？哦，他让我把他拉走。拉哪儿去？这不有东西收吗？啊，收在垃圾桶里。还可以。死体を隠しました。コンテナにはもう一体入ります。自分が隠れる場所もあります。走了，走了。还有个人，死。必ず死体を隠しましょう。人目のつく場所に死体を放置すると敵に警戒されます。他说得把尸体藏起来，不然我被别人发现了。我看我藏哪儿啊？哎，这还能藏？哦，这也是个箱子。我去，好隐蔽啊。我去，人好多啊！一二三四，四个人，这怎么过？新手教程应该不会太难，我来试一下。蹲下，走。Agent 47は訓練と卓越した判断力で周囲の異変にすぐ気づきます。庭中に警備員が配置されています。哦，这相当于刺客信条的鹰眼，这 RB 键。然后他在背着我，那我跑过去。没看到吗？哦，我操！我又上来了。你妈！这啥东西？哦，这也是个箱子。那我就一点一点杀吧。先从你开始解决，兄弟。爆弹、射击、ワイヤーの使用、選択はあなた次第です。行就行了。必ず死体を隠しましょう。人目のつく場所に死体を放置すると敵に警戒されます。藏人我还是很擅长。発見されてしまいました。我操！逃げて被发现了。幸福を装うか、おとなしく人がいない場所まで行ってから敵を片付けましょう。急な動きを見せるな。手を当た。我先装投降。敵の攻撃から身を守るためには射程物に避難しましょう。足元素早く動きます。さあ、さあ、制圧しました。先へ進む前に後片付けをしましょう。这么快就完了。太简单。还以为多难呢。現在サイレンサーがついていないため敵が警戒してしまいます。サイレンサー付きシルバーボーラー拳銃の使用を検討しましょう。あ、他を換成带那啥的，带消音的。他说我记得不是底下有四个人吗？
好，没啥事，大摇大摆走吧。怎么踩这游戏啊？我操，双枪！哎，我的，我捡了个板砖啊，兄弟。哎，刚才死那小伙子呢？小伙子，你在哪儿？哎呦，我爱你。周囲の話に耳を傾けましょう。重要な情報が得られるかもしれません。ほとぼりが冷めたかどうかも分かります。うちの女房は週一番のゴシップ好きだからな。こうなる定めだったのさ。心遣いには感謝する。悪いこと。他俩在谈他老婆的事。インスティンクトまたはレーダーをもとに脱出地点を見つけましょう。逃出地点。逃出地点在这儿。走了。言葉の通じない連中に囲まれ、ゴキブリがはびこる。我们走吧。インスティンクトを使って敵の動きを予測しましょう。警備員は手すりに向かいます。捕まることはないでしょう。ナイフや貫通する武器は暗殺はもちろん敵の注意をそらすこともできます。ターゲットを狙います。いいわ、行、行了就行、行。手すり越しに死体を捨てられます。現状、警備員の変装をしています。この変装中は屋敷の外を自由に移動できます。他の警備員に近づきすぎると変装が見破られてしまうため、安全な距離を保ちましょう。あ、他让我别被别人发现，离太近也会被发现。没事。那我就没必要杀你了。走。誰にも気づかれずに温室へ入るには変装が必要です。我已经变装了，不用提醒了。警备员との距離が近くなります。疑われる前にインスティンクトを使って騙しましょう。警備員を騙しましょう。有啥不好骗的吗？这不很轻易的过来了吗，兄弟？この先にいる庭師に疑われることはありませんが、警備員に注意しましょう。然后我会被警卫发现，警卫都过来了，这黄色的是警卫吗？我想，过来了，过来了，都是警卫吗？我想，哎，这没事。好，慢慢的，不要发现我。それで新しいヘッドをどう？警備員の脱出地点を塞いでいます。注意をそらす方法を見つけましょう。警備員を片付けました。これでインスティンクトが少し回復しました。何かで心に傷を負ったんだ。警備員が向かってきます。インスティンクトを使用してやり過ごしましょう。哦，这个意思。这个右下角这黄色的槽就是我的能力槽，相当于鹰眼，自带系统的鹰眼。然后这个槽它好像会不断恢复还是怎么着？又看我了个逼！不对，话说我进去我干啥呢？哇，我从那儿抽奖。警備員は上の空です。キルしても通り過ぎても構いません。あなた次第です。他说这俩人在谈心。無用な殺しを避けつつ見つからないように進むのは少々面倒かもしれません。しかしそれこそが最強の称号、サイレントアサシンへの唯一の道なのです。挑戦してみましょう。挑戦。敷地を向けて屋敷に入るとターゲットに接近中。
うん。天命には通過信号が。屋敷に潜入し、ダイアナ・バーンウッドを始末しよう。そしてビクトリアを連行しよう。危害は加えるな。彼女は非常に貴重な存在だからな。他说让我活捉这次的目标啊，不能杀了他。我操！这个人。这让我杀了他吗？啊！啊！我把这个，然后我就可以钻进去。屋敷に入りました。今の変装ではここの警備員に疑われてしまいます。別の変装を見つけるか、警備員に見つからないようにしましょう。好，绞死，用我的秘密武器，变装。屋敷の警備員の変装は屋敷内を自由に移動できます。他の警備員に近づきすぎると変装が見破られてしまうため、安全な距離を保ちましょう。这个提醒太烦了，我就说一句话，让我别被发现。哦，拿把枪，但是对我来说没用啊，兄弟，还是有消音器的比较好。弹出低电量显示了手机，给手机充一下电。还可以了呗 ，Max。不管是手柄按键，还是屏幕显示。反正略总的来说都很不错。ゲーム中証拠を見つけることがあります。回収するとスコアやインスティンクトが与えられます。完成这些小道具它会给我回复能量值啊，回复特殊能力能量值啊，停止了防盗系统，然后就可以进去。ここから先はレーティングシステムが作動します。プレイスタイル進行状況に応じてスコアが記録されます。スコアは左上に表示されています。任務へどう対処するかはいつもの通りプレイヤー次第です。幸運を祈ります。カードキーの入手。我操！兄弟兄弟不要发现我啊！不会发现我。インスティンクトを使うと干渉できるアイテムを特定できます。気をつけ。ミス・バーンウッドは今シャワーを浴びている。じきに下に降りてくるだろう。例の少女は地獄にいる。本当は頭から見啥東西。这律超级流畅。也可能这个游戏优化的好。繰り返すが、任務中はいかなる理由があっても決して依頼主のそばを離れるな。不砸了，不砸了，打扰了兄弟。在训导呢，训导人员呢。我操，不会往我这儿来了。我操，都过来了。你妈卖批的。哦，这个是我该暗杀的目标吗？绝对。正しいが、かなり内にこもるタイプだね。座って宙を見てるだけ。ありゃ何か問題を抱えてるぜ。こちらアルファ。自由か。仮設トイレでも中庭に設置しておけ。まったく。侵入されるリスクを考えると、館に入れるのは俺か。俺に近いスタッフから直接許可を得た者のみに限定しておきたい。手配をよろしく頼む。
哦，你终于走了，兄弟。好，可以杀你了。好，他要过来了，我躲一下。今日の司令官は信じられないくらいにヘマばかりだな。今日来るのは兄弟。ほら。お前ら、二度とこんなことが起こらないようにしろよ。接近戦を開始しました。敵にとどめを刺しましょう。居然没杀了他。戦争が見破られました。敵は屋敷の警備員を探し始めます。目撃者を倒すか、別の変装をしなければなりません。我操！我操！我操！我要跑了！我你妈！王强，你死了，兄弟！所谓的暗杀，就是把所有人都杀死。就不会有人发现我了，对不对？不用担心，不用怕，全都解决就好了。把发现我的人全都解决就好了，毕竟这只是新手教程。开启无双模式，好的，任务解决了，接下来该走下一步了。我取得了钥匙卡，欢迎小。哦，对，这个 B 叫七十四，杀手七十四，啊不，四十四。OK。哇，这么亮！哈哈哈！可以可以。香艳场景，各位享福了。给个正脸啊，妹子，太惨了，居然要毙了。哎，枪毙了摄影师。怎么给自动套上浴袍了，兄弟？你这玩意儿，你洗淋浴，你还穿着浴巾洗吗，兄弟？牛顿要报警了。啊，这士兵，那不是士兵了，杀手四十七响。不听指挥啊！海のあの子をドクターたちから救いたかった。
解できるはず。くそ、こりゃまずいぞ。挺造反啊，杀我四次。杀手四十七带他孩子，带某个重要人逃跑，具体的重要人是谁我也不清楚，看后面剧情怎么样。約束しよう。啊，然后杀手四十七和他下了个约定，他带那孩子走了。伊藤呢？笑死了。啊，好了，完事了，新手教程完成了，我可以撤退了。快点啊，兄弟，你走快点啊！ポイントシューティング、エージェント47は迅速かつ極めて正確に射撃することができます。発動にはインスティンクトを大きく消耗するので注意しましょう。カメラを操作し、敵に照準を合わせてからロックオンしましょう。照準をロックオン。頭を狙うか、致命傷を与えるまで弾を撃ちましょう。我操、牛逼啊！四连杀啊，兄弟！次の敵を狙いましょう。致命傷です。それでは攻撃を開始。哇，牛逼啊，兄弟！真是一级。四连杀。很狠。跨着皮了，牛逼啊！三星，好了，走了，拜拜了您嘞。是保护这个女的吗？这是她女儿吗？是啊，刚才那个，刚才四十七杀的那个人的女儿吗？誰だかわかるの？知ってる。哦，应该是是，最开头最开头那个。あの人は死んだのね。旁白最开始旁白也说了。どこへ？给他写的信，说有个人会保护他，让他跟着他走。既是杀母之仇，又是保护他的人。世事无常呀，总体来说，整体的游戏感觉还是不错的，很赞啊。何してるの？把汽车烧了。なぜエージェンシーがお前を呼んでいる？そんなの知らない。でも。ダイアナはお前のためにこんなことをなぜだ？やめて、あの人は私を病院から連れ出してくれたの。哦，我去，这新的型是彩喵配的，这个小女孩主打彩妹啊。ダメなの、はっきり思い出せない。悪い夢みたいで。どうして？这是一本 CV 阵成，不 ，CV 阵人很棒。誰もいません。逃走した模様です。OK， 任务完成了。好的，谢谢各位的观看啊，欢迎收看我下一期的评测，拜拜。